球 OB クラブ公式 YouTube チャンネル、いつもご視聴ありがとうございます。今回も新高円寺にありますセノンスポーツゼロよりジジ佐藤選手にお越しいただいております。ジジ佐藤選手と言ってしまいますね。よろしくお願いします、ね、よろしくお願いいたします、はい、ということで第2回ですね。第2回になります。第1回、はい、第1回大好評でした ね。よかったですね。もう本当に、ね、あの爆発しましたよ。爆発でしたね。バズりましたね。ありがとうございます。今すげえプレッシャーかかってます。第2回目バズっちゃった分2回はどんどん超えていきましょう。超えていかないとね、はい、ということで、法政大学から、はい、フィラデルフィアフィリーズシングル A でプレーをされたわけですよね。そうですね。ここはどういう経緯だったんですか？まあ、その大学卒業してプロに行きたかったんですけど、はい、もちろんドラフトにはかからないんで社会人野球のチームから2社ぐらいオファーがあったんですね。で一応練習も見学に行って、まあ、いろいろ悩んだんですけどやっぱりアメリカに行きたいなと思って選んだんですけど、はい、まあ、その理由はやっぱプロ野球選手になるのが夢だったんで、マイナーリーグで月給10万円ですけど一応野球だけやって10万円もらえるんで、まあ、それはプロの選手だっていうふうに僕は思ったんで、はい、まあ、プロ野球選手になりに行ったというか夢を叶えに行ったっていうような、なんか夢がプロ野球選手で慣れてないのかっこ悪いじゃないですか。将来とりあえずプロ野球選手になったぞって言いたかったんで、マイナーリーグですけどアメリカを選びました。でも初めて1ヶ月過ごして月給10万円もらった時、はい、めちゃくちゃ嬉しかったです。俺はプロ野球選手になったと思ったんです。本当にフロリダで叫んだんです。俺フロリダです。愛を叫んだ。本当に叫んだんです。本当にその10万円本当に嬉しかったです。はい、でも、まあね、社会人1年目ということにもなるわけですもんね、うん、あ、今日その時のカードあるんです。カード持ってきたんです。カード？カード、プロ野球カード。そうだ。え、その当時のですか？ちょっと見せていただきましょう。はい、はい、ああ、すいません、ありがとう。うわ、これ結構レア、レアカードです。レアカードですね。マイナーリーグのね、ベースボールカード。これプレゼントします。え、本当ですか？できますか？ OB チャンネルで。いや、むしろいただいてよろしいんですか？はい、これあんま持ってる人いないんで結構レアです。そうですよね。ちょっとでもこの、まあ、あのヘルメットかぶってらっしゃるのもありますけれども、パッと見パッと見何パッと見まだなんか GG 佐藤選手じゃない。じゃない、どういう意味佐藤孝彦。佐藤孝彦まだね、まだねちょっとでもシュッとされてませんか？やっぱね、向こうの生活きついんで、もう痩せちゃうんですよ、ガンガン。本当にきつくて、本当ハンバーガーリーグって言いますけど、はいはい、本当にそういう生活なんで、はい、もうじゃあ月給10万円月給10万円でもらった時は本当に嬉しかったですね。でその中からやりくりしていくんで、食事は本当にファーストフード連発です。月曜マック、火曜日ケンタッキー、はい、水曜日ウェンディーズみたいな、うん、で木曜日バーガーキングみたいな感じです。でまた土曜日マクドナルドみたいな、ローテーションです。本当にタコベルとか。なるほど。アメリカ人多分味分かってないと思う。あいつら味オンチする多分ね。いやいや今日のフライドポテトマジうめえとか言って一緒ならどう考えてもなんかマックとやっぱウェンディーズのポテトは若干違うんですよ、それにすげえ喜んでて、叫んだこいつらみたいな思ってました3ヶ月ぶりに俺あの味噌汁の素を送ってもらって、はい、親から飲んだ時に、はい、うん、3ヶ月ぶりの味噌だったんですよ。もうめちゃくちゃうまかったです。細胞が喜んだ日本人だって実感したです。本当にそれぐらいやっぱ食事はきつかったですね。はい、移動時間もありますよね。このチームは結構ね遠いチームにあったんで、うん、平均が4時間ぐらい移動。うわ、長くて12時間ぐらいです。うわ、うん、半日、うん、で月に1回しか休みがないんで。練習どういうことするんですか？練習ないですよ。もうシーズン始まったらもう本当に試合だらけ。キャンプの時は練習しますけど、初めてアメリカ行った時にやっぱ一番のカルチャーショックでしたね。キャンプの人数が300人ぐらいいたのかな。300人ぐらいキャンプにいて、はい、結局150人ぐらいになっちゃうんだけど、その多さにもビビったし、やっぱそのレベルの高さにひっくり返ったんです。本当にとんでもないやつらの集まりだと思いました。本当に、その日本の野球との違いだとか、そのレベルの違いっていうのは一番何なんですか？まあ、レベルは日本レベル高いと思いますけど、うんうん、すごい違いは思ったのが、とにかくさっき言ったように人数が多いんで、うん、とにかく試合をやりまくってダメなやつを切っていけないんですよね。切って切って切って勝手にやっていけば勝手にスーパースターが生まれる世界なんですよ。もうそのパイが大きいん で、うんうん、で日本人ってやっぱりそんなにね数がいないから大事に育てたりとか、指導が入るのは日本だと思いますね。それはね、だって1チームドラフト100人ぐらい取るんですよ。
日本10人じゃないですか、はい、10倍ですよね、1人獲得する量が、ね、10倍を勝手に切っていけば、もうスーパースターが生まれるっていうような世界なんで、あんまり教えてくれないですね。あ、はい、なるほど、うん、もう実践あるのみ。うーん、うん、じゃあもうどんどん磨かれていった人のみが一部が残っていくという。実践がとにかく多かったのが良かったですね、アメリカは。やっぱ大学ってやっぱ試合補欠でしたし、年間本当5試合ぐらいしか出てないんですよ。でアメリカ行ったら年間140試合が出たんで、はい、やっぱり上手くなりましたよ。うーん、もう試合やるのが一番だと思いました。うん、実践あるのみ、練習の100回よりも1打席の方がやっぱ学びが多いなと思いましたね。うで1年経って、まあ、自分自身を振り返った時に、アメリカ1年ね、はい、でやっぱプロに入るような人の物差しって僕持ってたんですよ。なんでかというと法政大学いっぱいプロに行ったんで、だいたいこれぐらいの選手ってプロ野球選手にドラフトされるんだなっていうような物差しがあったんですね、うん、はい、その物差しなんとなく自分を測ってみたら、絶対プロ野球にはいけると思いました、1年後にぐらい野球がメキメキ上手くなっているのを実感しました、アメリカで。うん、まあ、でもトータル3年プレーされたわけですよね。その中では、まあ、有名なそのメジャーリーガーだとかっていうのも一緒にプレーされたりっていうことも終わりだったと、はい、ライアン・ハワードって知ってますか？フィリーズの左バッターでホームランを取ってるし、はい、打点を取ってるんですけど、ライアン・ハワードとは1年一緒にやってましたし、いやすごかったですね。ピンポン玉です。ピンポン玉打ったら、うん、すげえ高く上がるんですけど、はい、全く落ちてこないですよ。すげえバッターでした、ライアン・ハワード。あとチェイス・アトリーっていうフィリーズのナンバーワンセカンドじゃないですか、歴代1800本ぐらいヒット打ってるんですけど、超すごかったです。構えないですよ、もういきなり構えガーンって打つんですけど、こんなバッター見たことないと思いましたもん、本当にひっくり返ったです。でもその目から見るものも大切じゃないですけれども、そういうもの大きいですね、肌で感じていらしたっていうのは。 いい選手見ましたよ、あのサインもらっときゃよかったなと思いましたもん、本当に。こんなんじゃなくて、そのもらっときゃ、そのスーパースターのサイン思いましたよ、本当に。あとコー・ハムルズっていう左ピッチャーいるんですけど、はい、あいつなんか100勝以上してんじゃないかな、今、うんうん、今ブレーブスかな、今、去年か。で、まあ、3年そのアメリカでプレーをされ、そしてプロテストを受けられるわけですよね、うん、はい、これ日本に帰ってこようと思われたのは、まあ、3年やってクビになっちゃったんでフィリーズを、で日本のプロ野球に行く自信はあったんで、うん、なんとなくさっき言ったように、うん、はい、でプロテスト受けてみようと思ってプロテスト受けたんですよ。実はヤクルトと西武受けたんですよ、うん、はい、でヤクルト先に受けて結構調子よくて、はい、ちょっと答え待ってくれって言われたんですよ、はい、で西武受けたら伊藤監督がいらっしゃって、ええ、ユーイーネっつって、ユーイーネ即取るよっつって。それあれじゃ、警備員やってた方の環境ですよね。ジャニーズね、ジャニーズね、警備員やってたね。それなんですか、まあ、普通にアルバイト。アルバイトしましたけどね、はい、食いつながなきゃいけないんで、はい、ジャニーズのタレントさんの警備員も、警備員のアルバイトもやりましたし、あと駅でコーナーにカチカチ数えるのもやってました、はい、あの切符。そうです、プロ入る前ね。へえ、それもいろんなアルバイトある中、なんかネタになりそうな、シンデレラストーリーになりそうなのをわざわざ選んでたんで、さすが人事さんですね。いやらしいですよ、俺ちょっと。いや実際言われて使われてるじゃないですか、うん、ありがたい。そうですね、やっぱそれ目につきますよね、はい、やっぱこれやったらシンデレラストーリーになるなみたいなのはやっぱり思ってやってたんで、プラス思考ですね、結構ね、アホですよね。切符数えてたんですね。切符数えてましたね、人も、はい、目立ちますよね、うん、こう縮こまってましたね、もちろん。オーラ消してましたけどね、はい、それまた幸男さんに、はい、猫背だって言われちゃいますね。猫背だって言われますね、まあ、でも2003年のドラフトで伊藤監督がちょうど辞められて、はい、キャッチャーの枠が1個空いてたんですよね、はい、でそのキャッチャーの枠にうまく入れたっていう意味では、うん、運が良かったかもしれないですね。空いてたんで1個ね、で一応キャッチャーで受けたんで、西武の入団はあのキャッチャーとして登録をされ、はい、で1年目のキャンプで松坂大輔のボールをブルペンで受けた時に取れなくて、あまりにすごくて、スライダーが曲がりすぎてキュンキュンっていって、キュンキュンってなっちゃって、あ、そうで伊藤監督、すみませんっつって、俺キャッチャーできないです、怖いですって言ったら、ふざけろって言われて、お前キャッチャー詐欺かって言われて、本当にキャッチャー詐欺、できるできる詐欺かみたいな、はいはい、すみません詐欺でしたっつって。早くないですか。入っちゃえばこっちのもんですから、入っちゃえばそうかもしれないですけど、はい、そうなのっつって、じゃあサードやりなよみたいな、うんうん、サードやったりとか。なるほどなるほど、はい、まあ、すぐ内野手になりっていうところで、ファーストになり、はい、で外野になったっていう、たらい回しですよ。いやでも外野手登録になったのが3年目っていうところですかね。
まあ、レギュラー取るまで多少時間かかりましたかね。はい、どうですか、感覚的には ご本人では時間がかかったっていう感じでしたか。うん、まあ、入るのも遅かったですからね。26歳で入ってるん で、はい、で3年ってもう29歳になっちゃってるじゃないですか、うん、ちょっと遅いっちゃ遅いですよね。いろいろやったんですよ、試行錯誤。2軍では打てるものの1軍でなかなか活躍できなかったんですよ。はい、どうやって活躍したかというと質問どうやって活躍されたの。いや、なんかなんですかね、人格を変えました。人格、はい、なんかやっぱりプロの世界っていらっしゃったあの場所って厳しいじゃないですか、はいはい、やっぱ競争社会で、僕優しいんですよ、やっぱり心が、佐藤貴彦君は。わ、うん、かります、はいはい、ちょっとナイスガイなん で、 そうです、ね、この甘い性格ではプロでは通用しないと思ったんですよ、どっかで。なんで別人格を作り上げようと、 GG 佐藤っていう別人格を作り上げたんです、もう一人。その GG 佐藤はもう野球マシンで、はい、俺性格悪かったですよね、このね、いまいちね。いや、まあ、なんかあの独特の世界観、世界観をお持ち、なんかブレない、ブレない、そうです、ブレない世界観はお持ちだなとは思ってましたが、野球マシンのような人格を一人作り上げたんですよ。それ何年目ですか、その。3、4年目ぐらいからですかね、徐々に。で、GG 佐藤と佐藤貴彦はこう会話をして、 GG 佐藤がどうやったら売れていくかっていうのをプロデュースしてましたね、よく。ここは良かったけどこうした方がいいんじゃないかみたいな、そうかみたいなことはよくやってましたね、はい、それ、リトルホンダのお先駆けの感じですか。そう早かったですね。早かったです、はい、そういうのよくやってましたね。だんだんもう本当 GG 佐藤演じてた感じです、本当に。はい、気持ちいいもね、言えばね、目立つと思ってたんで、気持ちいいを言ってみようかとか。そうですね、うん、ああ、じゃあその一環で気持ちいいも入って、だってあの今でこそパリーグ人気出てきましたけど、あの当時ってパリーグって取り上げてくれないんで、あ、ミュージックステーションね、ミュージックステーションじゃない、なんだっけ、夜のニュース何ステーションだっけ、報道ステーションとかで、はい、なんとか使われたいわけじゃないですか、オタ時代のセリフとか、そこで使われそうなセリフを言おうみたいな、なるほど、ことやってましたよ。まあ、でも気持ちいいはハマりましたよね。そうですね、言ってよかったですね、あれもね今も結構スピーチさせられる、させられる、はい、させられるんですけど、はい、最後気持ちいいって言う時は大体閉まるんでおろけみたいなもうグダグダでも最後にそれでは気持ちいいって言っとけばビシッとなるんですげえありがたいですナイスなものを作られましたね。ナイスなものを得ましたよ本当に、でもそういうことだったんですね、まあ、ちょっと自分と対話をされて、はい、一つも人格を新たに野球のために、まあ、そうですね、自己プロデュースのようね、やってましたね、そんなことはね、はい、そういうふうに伺うと、あの雰囲気っていうのが球場での、どういう雰囲気でしたっけ、GGさんの独特な雰囲気が独特なまあ納得できるところは、だメディアからも嫌われてたと思うんですよね、うん、そうですかね、そんなことないですか。いや、逆にでもみんなやっぱ寄ってたかって、その気持ちいい言わせたいみたいなところがあったじゃないですか、うんうんうん、だからそれはなんかちょっとお辛かったんじゃないかなと思いながら、うんうん、でもやっぱり言ってくださるんですよね、時にはじらしながらもね、まあまあ、はい、そうなんですよね、すぐ脱いだら、ね、なんか面白みないから、じらしてじらして脱ぐみたいなそうなんですよいろんなパティンを考えてたんですよ、パティンとね、そうなんです、やっぱりお優しいっていう本当にやっぱ性格がね、はい、はい、終わりなので、売れたかったです、やっぱり名を売りたかったです。 あ、はい、あれプロ野球愛とか乗りませんでしたか。プロ野球嫌がらせですかそれ。そういやいやいや、何ですかそれいやいや、でもプロ野球愛は栗山、中島、岸、涌井ですよ、これ4本柱がいますから俺らおかわり中村君は乗れるわけないじゃないですか。そんなこと、そんなことないと。ランキング350ぐらいです、私も。入ってるじゃないですか。ギリギリ、2票ぐらい、2票です。親だけです。入れて大切ですよ、親だけ。大切ですよ。あ、そうでしたか。うん、なんか西武ってイケメンなイメージありますよね。うん、はい、あの当時、あの売り出し中という、そう、売り出していった感じでしたよね。本当に片岡ね、中島、ね、栗山、これ1、2、3番ね。はい、あ、かっこいい。ああ、かっこいい。かっこよかったですよ。で俺ら中村、ジージー、佐藤、細川ってこのね、あ、この、はい、団子三兄弟みたいな団子三兄弟いやいやいや、でも存在感があって謎のボカチカとかいてね、9番にね、9番に外国人みたいな、ボカチカ選手いましたねボカチカ打ってましたよね、これたまらないでしょ、ファンにはね往年のファンには往年のファンはたまらないと思いますその時代です。そうですね、はい、
和田さんもいなくなっちゃってね、途中からね、はい、はい、そうでしたね、まあ、じゃあちょっといろいろな方の名前も出てまいりましたが、はい、またこの続きは次回ということで。まだ大丈夫ですか、次ありますか、まだ、はい、あります、あります、帰れって言われないですこれそんなことないです、はい、ということで次回のチャンネルもお楽しみに、ありがとうございました。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。コビークラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね、一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。